どうも、チム軍艦のいです。よろしくお願いいたします。4月からタイムスリップ第1弾が始まると思うんですけども、今年もね、タイムスリップ誰が登場するのか楽しみですね。去年は能見さんや大和さんなどタイムスリップ初登場の選手はいましたけども、今年はどうなるか。純正にとってはね、大事なオーダー補強になるので、今年ね、誰が登場するのかね、かなり気になります。個人的にはね、あのお方に今年はね、登場してほしいんですけども、どうなるか。今回のね、動画ではタイムスリップとは何かってことと、今年ね、タイムスリップ候補となる選手の紹介、そして、最後に僕の予想をね、発表して終わりたいと思います。あくまでもね、予想なので当たらないと思いますけども、最後まで見ていただけたら嬉しいです。皆さんのね、予想もね、ぜひコメントでください。では、行きましょう。はい、まずね、タイムスリップとは何かってことなんですけども、ごめんなさい、ちょっとね、風邪気味で、はい、ちょっと鼻声なんですけども、許してください。はい、NPB に所属している監督、コーチ、選手が全盛期の能力で登場いたします。OB との違いは NPB に、所属しているかしてないかですね。はい。でね、2019年からは第6弾構成となりまして、偶数弾はガチャに自チーム確定があります。ちなみに去年のタイムスリップは第1弾が能見選手、第2弾が大和選手、第3弾が矢野監督、第4弾が藤波選手、第5弾が久慈コーチ、第6弾が今岡コーチとなりまして、タイムスリップ初登場が4人となりました。藤波さんのねタイムスリップ登場はびっくりしましたね。はい、ではね、今年のタイムスリップ誰が登場するのか、候補選手をね紹介していきたいと思います。まずは去年退団された選手ですね。能見選手、福留選手です。能見選手、去年ねタイムスリップ初登場となりまして、2011年の時の能見さんでした。能力も優秀で、称号で全同値や9位スタミナ A 同値など狙えます。今年からね、オリックスに移籍されまして、オリックスですごくね、活躍されてますから、タイムスリップで今年もね、登場する可能性は高いと思っています。福留さんはね、阪神ではタイムスリップで登場したことないんですけども、中日ではね、常連ですよね。2006年の時の福留さんが、能力がめちゃくちゃ強くてですね、今年もね、この福留さんが欲しい人は多いと思います。ただ、今年からね、中日に復帰されましたし、阪神にはね、8年在籍されました。今年ね、阪神のユニフォームを着た福留さんがね、タイムスリップで登場する可能性もあると思います。2017年シリーズ1ではミート A で登場しているみたいなので、この時のね、能力で出てくれたらとてもね、強いと思います。お次は新コーチ。まだタイムスリップで登場してないコーチなんですけども、久保田コーチ、安藤コーチ、藤本コーチがあるんじゃないかと思っています。久保田さんは2020年に OB でも登場されました。今年からはね、2軍投手コーチに就任されましたので、今年タイムスリップでの登場あると思います。安藤さんは個人的にね、来てほしい投手で、制球が A で素晴らしいですね。変化球もね、ツーシームがあったり、スライダーカットがあったりするので、はい、リアタイでね、使ってみたいなと思います。藤本コーチもね、TS 初登場を期待したいですよね。2003年、リーグ優勝した年ですよね。打率もね、3割と素晴らしい成績を残しました。お次は現役選手です。鳥谷選手、岩田選手、桑原選手、榎田選手、高山選手と中谷選手です。去年はね、ダルビッシュさんが選ぶセレクションに鳥谷さんが登場しましたので、タイムスリップでは登場しませんでした。今年こそはね、タイムスリップで登場すると思うので、必ず獲得したいと思います。阪神のショートはね、やはり鳥谷さんやと思っています。岩田投手は超高速フェードでね、強そうな変化の大きいスラーブを持っています。2008年には10勝しています。桑原投手は今年ね、1軍で投げています。ブレイクした2017年の成績で登場する可能性ありますよね。2017年は67試合に登板しまして、防御率 1.51、4勝2敗、39ホールドで、最優秀中継ぎ投手のタイトルも獲得しました。榎田投手はトレードで西武に移籍されました。阪神では1年目からね、活躍してくれまして、1年目2011年の成績が62試合に登板で、防御率 2.27、3勝3敗、33ホールド、1セーブと素晴らしい成績でした。去年はね、タイムスリップで藤浪投手が登場しましたので、まあ、もしかしたら、新人王を獲得した年の高山選手とか、あとね、ホームラン20本打った時の、中谷選手もね、可能性はゼロではないのかなと思っています。ただですね、二人ともね、まだまだこれからの選手やと思っています。今はね、悩み苦しんでるかもしれませんけども、必ず一軍でね、また活躍されると思いますので、期待を込めてですね、タイムスリップでは登場してほしくないなと思っています。ラストはですね、タイムスリップ常連選手ですね。矢野監督、今岡コーチ、坪井コーチ、平野コーチでございます。矢野監督はですね、2016年、2017年、2019年、2020年と、登場してるんですけども、おそらくね、今年もキャッチャー枠として登場するんじゃないかと思っています。キャッチャーでミート A はね、とても強いと思います。
今岡さんはですね、2016年、2018年、そして2020年と登場しているので、まあ今年はね、どうなるのかなってところですね。もしかしたら2022年に、登場するかもしれません。阪神では貴重なね、弾道アーティストですから、とてもね、注目でございます。はい、そしてね、坪井さんと平野さんなんですけども、2017年、2019年と登場しています。なので今年ね、来そうだなと思ってるんですけども、坪井選手はですね、低弾道なんですけども、ミート A。平野さんは弾道がね、グラウンダーなんですけども、ミート A、セカンドの守備が A と、めちゃくちゃ強いと思います。はい、ということで、以上が僕が思う今年のタイムスリップ候補選手です。最後にね、僕の予想をお話しして終わりたいと思います。今年もね、第6弾構成になると思うので、投手2人、野手4人、もしくは投手3人、野手3人になると思います。まあ、投手4人、野手2人はね、ないと思うので、まあ、おそらく投手2、野手4、もしくは、投手3、野手3のパターンになると思われます。僕がね、予想する今年のタイムスリップは、投手、能見選手、安藤コーチ、野手は、矢野監督、鳥谷選手、平野コーチ、坪井コーチになると予想しました。理由はですね、もう特にありません。もう勘でございます。多分ね、当たらないと思いますけども、鳥谷選手だけはね、必ず来てほしいなと思っています。ほんとね、鳥谷選手好きな選手なんで、はい、プロスピで獲得して、鳥谷選手でね、リア隊とかで遊んでみたいなと思っております。皆さんの予想もぜひね、コメントで書いてくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。あと、無課金はね、偶数打のガチャは自チームがあるので、ガチャすべきかどうかってとこなんですけども、やはりね、そのポジションの選手が自分のオーダーに絶対必要かどうかね、考えてみてください。タイムスリップよりもエキサイティングの方がね、優先となるとは思うので、まあ、じっくりね、考えてガチャしてください。はい、今年のね、エキサイティングの動画もね、作っていますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、ちょっとね、鼻声でちょっとね、聞きにくかったかもしれませんけども、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、今年もタイムスリップ楽しみましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。